にちは、さいぐさくららです。今日は2022年5月29日、今日はまたね、イベのお話をしたいと思います。イベについてはね、これまで何回かアップしてきましたが、今日の時点で分かったこと、途中経過というか、こうだんだんね、ぼやけていたものがだんだんその正体がはっきりしてきているので、また分かるたびにアップしていきたいと思います。イベについてね、以前なかなかこのイベについての詳しい情報が本当に少なく、それでワンちゃんのねフィラリア症にも使われているお薬、正しく使えばねありがたいお薬ですので、それで獣医さんのこうホームページなんかをこう辿っていくと、獣医さんでもこうワンちゃんにこのイベを使うときにはとても慎重に使われている。それでイベもとても良い薬ですが、ただし一つ、この血液脳関門というこの脳を守るねバリアが働いている時の場合、このバリアが破壊されている時、イベはとても怖いお薬となるということを獣医さんのホームページで私は知りました。それで前回はこの血液脳関門を、このバリアを破壊するものの一つである、この人工香料のこの公害についてお話を、いろんなね、日本でもいろんなこう洗濯のメーカーがこうこの香りについて、次から次と特許を取って、今度マスクにも入れるのかな、とても怖いことになっています。これすべてね、この脳のバリアを破壊するので、私たちはとてもね、これについてこう知識を持って、生活からこういうものをこう排除しなければならない。それが私たちね、こう日本人はもう柔軟剤とか、私ね、もう柔軟剤で YouTube 削除されてますから、この柔軟剤とかね、人工香料、化学物質過敏症、こうあまりにも無知な人がいて、自分が気をつけても、もう周りの人がこういうものを使っていると、こう知らず知らずにして私たちのこの脳を守るバリアが破壊されてる。そこへ予防だということで、このイベを使ったらとんでもないことになるってことをこれまでお話ししてきました。それからこのアポペンワクワクに、その脳バリアを破壊する成分が入っていたら、これは以前まで家庭で確か私お話ししたと思うんですが、そうしたらこのイベもう本当にカモがネギ沿ってやってきたやつらにすれば、とても怖いってことを家庭で私はお話をしてきましたが、いよいよ医療関係者の人たちの告発により、この新型コロスケのういういにも、このアポペンも両方に血液脳関門をこう通過するもう成分が入っているということがだんだん明らかになってきました。私2番の方にはもう十分可能性があると思っていたんですが、ちょっと1番の方は私考えが及んでいませんでした。でもね、思い返せば私2020年に1ヶ月ぐらい微熱が続いた後、私病院行ってませんけども、あくまで自己診断ですが、その後500円玉ぐらいの円形脱毛症が3個できたり、すごいこうだるかったり、あれコロスケの後遺症ではないかと今でも思っていますが、だからコロスケはただの風邪だとは私は思っていません。生物兵器テロによる攻撃を私たちは受けていると思います。このね、円形脱毛症が知り合いの美容師さんのお話ですと、もう何十年もね美容師をしてきたが、私をはじめたくさんの女性にこの円形脱毛症ができていて、とても変だってお話をされていましたが、円形脱毛症は
このコロスケのね、血液脳幹赤門を破られていたのではないかと私は今ちょっと疑っています。だとしたらもう人工香料により、またコロスケのウイウイにより、またこのワクワクのアポペンにより、もう多分他にもね、電磁波とかもいろんなことで私たちは攻撃されていて、この血液脳関門をのバリアをもう穴が開く、そこに、まあ、脳に穴が開く、このバリアを破壊されている、そこへ寄生虫駆除のこのイベの成分が脳に入り込んだら何が起きるか、私は脳が溶けると今考えています。だからツイッターなんか見てもね、イベノンですごい効いたとか見ますが、こう脳がこう、ね、脳神経が溶けることにより症状が消えた、まあね、症状が出るとか痛いっていうのは病気を治すためのシグナルですから、そこのシグナルが破壊されたことを治癒、治ったと、もし私たちが勘違いしているのだとしたら、これはもう5年後10年後にでも、もう重大な病気を引き起こす。本当だからね。それから前回までは個人輸入だからとても危険だっていうことを私は前回はお話ししたと思うんですが、こういうことが分かってくると、この現代人でね、この脳のバリアがもう十分に働いていない私たちが、このイベが処方されたら、これはとても怖いのだと思います。だからもうちょっとね、イベについては慎重になった方がいいと思います。今日はもうね、イベとかももういろんなね、地雷をやつらは仕込んでくるので、まあイベ推しの発信者は私はまあプロパガンダ怪しい人たちだと私は思っています。もう自分の身はね、自分で守っていくしかない。そのための知恵を神様は必ず与えてくださいます、求めればじゃあ今日はこの辺で、またこのチャンネルに遊びに来てください。またね、バイバイ、光あれ。